神戸市東灘区阪神扇駅の近くで1歳未満のワンちゃんのしつけ方教室をしています藤本です。今日は、そんな子犬ちゃんのワンちゃんですごく大事なクレートについてお話をしていきます。このクレートっていうのはいきなりボーンとやってしまうと大ごけします。なので3つのステップを踏んでいきながらしつけっていうのはやっていくんですよということで、まあこれからしつけをねクレート練習していこうかなって方だったりだとか、ちょっとなかなかうまくいかないんですよねって方はぜひチェックしてほしいかなと思います。では本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram しています。ブログの方は僕の思いを発信しています。 Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。というわけでクレート練習3つのステップ、もう早速結論からいきます。早速結論がね、まず1つ目、まずは入ることを覚えましょう。入ることです。2つ目っていうのが扉、ね、ガチャッと扉ありますよね、この扉。最後の3つ目っていうのが場所。この3つの階段っていうのを、踏んでいくんですね。で細かく言うと、まあ、なぜかというとね、こうゴールを設定してからちゃんとやっていかなきゃいけないんです。今のワンちゃんの状態でゴールってどこかな、で最初のゴールはどこかな、で今ここだねっていうところで、じゃあ次はこうだねっていう形できちんとゴール設定をしていく。はい、まず一つ目のね、入るっていうのはやっぱ大事なのは自発的に自分からスッと入れるところがまず一つ目のゴールになってきます。はい、で二つ目の、閉めた状態、これ実は扉が開いてて入るのと入って、閉まるのとって大違いなんです。もうね、見えてる世界が全然違いすぎて、だから閉めた状態でもやっぱりちゃんとやっていく。で、入ることができます。閉めることも大丈夫になりました。そしたら次は、よし、じゃあ本番だではなくて本番の1個前。例えば車で使うのであれば、車をエンジン切った状態でやっていく。はい、過ごしてみるってことですね。まあ、そういった形で、きちんとゴール設定をしながら、今の、ね、うちにはこの設定、この設定、この設定、みたいな形で1個ずつやっていく。1個の飛ばすとこけるんでね、1個ずつぜひやっていきましょう。じゃあこういった形で、ちょっとね、いきなりちょっともう突っ込んで車でドライブしようと思ってましたって、ね、今日から少しずつ、この日に絶対使うから、まあ、これ今この状態なんでこういう練習やっていこうかなって、何か参考になった方があれば、いいねとかコメントいただけると励みになります。よかったらお願いします。じゃあこのクレートトレーニングでしつけるね、このクレートトレーニングをする上でめちゃくちゃ大事なこの一つのポイントをお話していこうと思います。では今日の宿題はこれです。はい、先生、今回はクレートトレーニングの3つのステップということでお話しさせていただきました。まずは自発的に入りましょうね。扉は開いたのと閉まったのは全然違うから閉めた状態の練習をしておきましょうね。で3つ目が本番に近い状態での練習です。で本番って感じでいけば全然問題はないです。じゃあこれをするにあたってめちゃくちゃ大事なところ、はい、短い時間から始めることです。短い時間から始めてあげましょう。もういきなり1時間もボーンってダメです。はい、もう変な話、ご褒美5つを食べる時間ぐらいでも十分です、最初はね。まあ、そういったところから始めていくとクレートに対していい印象がついてきますので、ぜひそういった練習をやってあげてください。まあ、こういった形で、まあクレートとかもそうですけども、うちでいうとしつけをね、いろいろお話しさせていただいております。まあ、そのしつけ教室の前の段階の入学説明会っていうのがあります。そちら概要欄の方にリンク貼っておりますので、1歳未満のしつけで悩む方、クレートがなかなかうまくいかないなって悩んでる方はぜひチェックしてください。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。